江戸へ安心、江戸へ安心から1915年4月24日は、佐賀藩出身の明治、大正時代の氏族、弁護士、政治家、実業家。佐賀新聞の総刊者、初代社長、衆議院議員。本姓は野口、幼名はまた四郎。1851年、佐賀郡王堂村に、佐賀藩氏野口僧三の三男として生まれ、 後江えぞ家の養子となった。反校行動館に学び17歳で、江戸判定詰めに任せられた。明治維新後に、慶応義塾に入り、横浜の平凡塾に留学した。慶応義塾在学中の1872年に、新聞社を設立するがこれは失敗し、ほどなく、廃刊となった。その後1874年、24歳の時に、迎えた。 佐賀の乱では、江藤新平率いる、聖官党に属している。乱の後は、家長安修羅と共に、母院義塾を設立し、更新の指導に当たっていたが、1883年の佐賀活版社の設立を皮切りに、翌年再度新聞事業に挑戦し、佐賀新聞社を設立、さらに1886年代現人の資格を得てからは、 佐賀市の市政実施などに力を尽くした。また、1887年に設立された九州鉄道では取締役を務めている。1889年から佐賀市会議員を22年務め、うち16年間議長を務めた。さらに、佐賀県会議員を経て、1912年5月の第11回総選挙に佐賀県佐賀市区から出馬し、 衆議院議員に初当選を果たした。数回の落選を経ての当選だったが、わずか3年後の1915年4月24日死去した。64歳。墓所は佐賀市高田寺にある。ありがとうございます。